皆様こんにちは。オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。今ちょっと画面変わっちゃいましたけれども、最初のロゴがある画面で動いているポリゴンっぽいやつっていうのは雲なんですかね。なんかそのポリゴンっぽいカクカクしたふにゃふにゃしたものがふにょーんと動いてるんですけども、あれが一体何なのか、とりあえずトレジャーボックス開けていきましょう。レジェンド当たんないかな。だってランク55になってですよ、まだレジェンド引いたことが3回で、そのうちスキンが2つとゴールドが1つという状況ですからね。チートじゃないから。チートです。なんだこれ、ピーナッツバターウィンストン、太りそうだな。あ、これいいっすねこれにしようそういえばリーパーのサイコパスボイスいいですよね。俺はサイコパスではない、完全無欠のサイコパスだな。俺はサイコパスではない、完全無欠のサイコパスだ。日本語で OK というところですし、ちょうど2000円ですよね。この2000円使ってな。いやでもなんか、例えばですよ、このマリアッチとかエルブランコとか、なんかそんなね、レジェンダリースキンを買った後に、あ、出ちゃいました、ダブりましたみたいなね、ことなったりするのはちょっと嫌なんですよね。でもね、メイのが欲しい、メイのスキンが欲しいですね。ですね、アボミナブルですね、これが欲しいんですけどね。でもなんかズボンがパジャマっぽいな。では行きましょう、クイックプレイです。クイックプレイ、クイック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 。いやー、イリオスが一番ステージ好きかも。見た目の問題ですけどもね。あ、でも陣取りはすごい好きですよ。結構ね、陣取りはやらせていただいている昨今ではありますが、ウィンストン行ってみますか。ゴリゴリゴリラ、ゴリラの仲間たち。ウィンストンちょっと怖いんですよね。知的なゴリラではあるんですけども、なんか時々あなたの頭をひねりつぶしますよみたいなね、そんな顔しててちょっとそういう時怖いですよね。あとやっぱ切れやすいじゃないですか、メガネ壊れると切れるっていう、そういう特性がありますからね。発明の起源は戦場にやぞ。はっ、メガネ。私も嬉しいわけじゃないから。あ、かわいい、このスタンプいいなぁ。90年代アニメ感ありますよね。なんて言うんでしょうね、渡るみたいなあ、上塗りされてる。いきまーす。ゴリラなんでね、ゴリゴリいきますよ。攻撃力が少ないんですけども、拠点制圧能力は非常に高いと。やばい、あー、いっぱいいる。失礼、負けます。あれ、今相手のソルジャーの方落ちていきませんでした。え、落ちて、まあいいか。さあ、まずいですよ。味方との連携をしつつ、うまくウルトを使って拠点を取っていきたいと。まずいな。どうですかな。ちょ、ラインを上げたいよ。マリア、でかい。回復アイテムなかった。あるか。いただきます。目標確保。私に続け。わあ。あらら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 、無理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 。無理無理無理。ちょ、なんでこんなとこにあるの。いやー、ちょっと、あ、ジャンプすればよかったな。ジャンプっていうのはハイジャンプですね。やばい、動揺してバリア張ってその中に入っちゃいました。やっぱ人間非常時になるとダメですよね。しかしなんやかんや、あ、拠点が取られちゃうよ。
あ、ほら集まってください。ついいっすよ。俺の目から逃げることはできない。朝のパルスだ。ちょーい、早くいなくなってくれ。ちょちょちょ、うわ強っ。落とせたと思ったな。あのバトルシティ落とせたと思ったけど落ちてないか。なるほど。これも科学の力。ちょっと失敗しましたね。ペッペペ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 。あ、なんだ。となると周りをフォローしたいところではありますよ。あれ倒したいな。よいしょ。でこうして、あれ、え、あのバリアの中に閉じ込めて外から殴って倒そうと思ったんですけど、わー、いい感じ。高くし、あっぷねー。回復しないと死ぬ。あ、回復してくれてる。あー気持ちいい。はい、バスティオンか、どうなんでしょうね。兵装システムを最適化。はい、倒したい。違う、こっちこっち倒したいな、こっち。よし、怖い、逃げます。よし、帰宅。回復取るか。はい、デジャブです。あー無理。やばい、頭打っちゃった。くそさ、怖いですよ。いや、これさすがに。あ、つらい。よかった、タム。どうも。ありがとう、了解、ありがとう、ありがとう。よくあると思います。このね、エモート系がちょっと難しくて、アルティメットの状態をね、みんなに進めるときがあるじゃないですか。あ、今もちょっとなっちゃったんですけど、アルティメットの状態を 100% って言われたら、分かったときに了解と押すために前に歩きながら、あ、今またやっちゃったんですけど、前に歩きながら了解を押そうとして、やっぱやめとこうになると、上押しながらになってエモートになることが多いんですよね。これがね、ハメ。あのハメだけはね、ガンともしがたいですよね。あ、やばい、相手の方が早い。ハメ。さてさてさて、バスティオンが、あ、よいしょ、こっちだ。いてー、ちょっとイノシシやりすぎましたね。スナイパーか。おお、味方がいっぱいやられてる。いや、まだいますね。あ、いた。足音がする。お、ラッキー、なんか釣れた。バスティオンか。おっとっとっと、あったな。ちょっと待ちな。ててうーん、難しいところですね。バスティオンか、さらなる検証が必要ですね。どうしよっかな。ゴリラだとどうしたらいいんだろう。おで、こういう時に了解をして、もうガンガン突っ込んでいいってことですよね。あの信号があったってことは。シャイ
ャイシャイシャイシャイ、待って、バスティオン何でした？あー、いない。さあ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 、あー、いた。俺の目から相手の方のあのフォーメーションが非常にいいですよね。安静は後です。はい、どうも。お、負けそうでやんすか、取ってるような。あ、でででででで、これまずいですよ。さあ、きついきついきつい。8、9。バリアが硬いな。ちょい。わあ、体力がない。どうするどうするどうする。いやー、どうするどうするどうする。いやー、ちょっと難しいシチュエーションだったな。これも科学の力。科学の力だ。我がゲルマン民族の最高結晶のあなんとかは偉大なりとか、ちょっとこうね、シュトロハイムさんみたいなね。牛をやるしかねえと思ったけど、深追いはせず。深追いします、早く取ろう。ザリアの型がうまいな。マジか、今バリア張るのめっちゃうまかったですね。あ、取られます。はい、で間に合わないと思います。きついですよ。味方の方があのバスティオンをちょいちょい倒してくれてるのありがたいですね。取り乱してしまいましたね。怖いですよ。敵がいなくなってるよ。敵の姿。俺の目から逃げる。うわ、バスティオンいる。どうすっかな。なぜか勝ってる、クモン式。よかった。なるほど、相手の方がちょっと戦うことにし、あ、かわいい、トレーサーかわいい。いや、トレーサー好きなんですよ。トレーサーみたいなタイプが好きと言ってもいいでしょう。あのですね、多分ね、バスティオンをちょいちょい止めてくれてた人が多分ファラの方なんですよね。見てるとファラの爆撃でやられてる感ありましたから、いや、もう本当にこの方のおかげと思いますが、確かに回復した人も良かったですね。エピック。そして、ね、ザリアの方もうまかったですね。相手チームで言いますと、非常になんかこうバスティオンとか前線出ているヒーローをちゃんとピックしてバリアつけてましたからね。いや、いっぱいデスしましたけどもね、まあ、キルもしましたね。まあ、このままいきましょう。もう一戦ぐらいできますよね。いや、やっぱ陣取り面白いな。乱戦になりますからね。陣取り用のヒーローと攻撃用防衛用のヒーロー。だ、陣取りはまだファラですね。自分は今のところファラの方が陣取りには向いてると思ってます。自分の使える中ではですよ。あれでもですよ。よし、じゃあジャンクラットいきましょう。そして防衛といえばジャンクラット、攻撃といえば誰でしょうね。ディーバとかですか。自分が使っていきたいのはその辺ですね。ジャンクラットはね、ちょっと面白すぎますよね。とにかくごっつん式のヒーローですから、なんか足元に罠を仕掛けたりとか、まあ弾も適当に打って当たったらラッキーみたいな。で、あの反射をね、使ってやることができるんですよね。だからこうやって壁に打つと、あ、間違えた、こっちだ。こうやって跳ね返る習性がありますから、これをうまくやることで
相手の例えばラインハルトの盾の後ろ側のラインハルトにダメージを与えたりすることもできますよね。そこら辺がいいところ。攻撃チーム突入まであと30秒。はい、成長が楽しみじゃの。さあ罠をつけましょう。はい、おい、あーずれた。あ、スタンプもずれちゃった。いきます。さあ裏取りも気をつけつつ、ちょっと引いた状態から俯瞰した状態で画面を見たいですよね。そして相手にはザリアとメイが今確認できてますが、それ以外は確認できてません。お、デミアットいてーっち。やっぱザリア強いですよね。しまった。そうだ、こういう時にあれだ、地雷で逃げないといけないんですよね。あー失敗したね。ヒーローをちょいちょい変えてるとこれがいけませんよね。とりあえずゼニアッターをある程度使えるところまで使おうかな。はいはいはい、すいません。はーい、よかった。いってマジか。あ、今もだ、今も今もですよ。なんで忘れちゃうんだろう。あ、捕まったっつったらここでですよね。多分上手い人ってここで多分ちゃんとできるんですよ、地雷を。取られましたね。拠点を防衛しろ。お、取られてない、取られてる。ここでいいか。あれ取られちゃった。え、今いたのに。やっちまったか。いた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 。ついな、かなりラインが下げられちゃった。お、ゲンジがいる。お、お、お、あ、あ、お、お、運がいい。怖っ。やべー、あっぶねー。けど死ぬ、助けて。下がりすぎちゃった。この辺からかな。いきます、アムロです。えい、おい、はい、なんだ出会い頭。ジャンピング打ち。マジか、取られとる。まずい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 。大丈夫、倒せたの。大丈夫か。かなりラインが下がっちゃいましたね。やっぱ裏取りは強いな。危ないぞ。いや、きついな。この辺に。さて、何が書けるかな。政治の雨に裁かれろ。危なー。ちょい。あ、これきついな。きついな。どうしたらいいんだろう。
なかなか引っかかってくれませんね。多分トレーサーを倒すとしたらジャンクラットなんですけども、だ狙って当てることはできませんからね。パン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 打ってたらいつかは刺さるみたいな、そういう感じだからな。ちょっと裏取りルートここら辺にやっときますか。なんか良さそうだね。ハーハーしてる。どこどこ、おおお、足跡が聞こえる。どこだ、どこにいます。武器はないのか、武器は。あ、見えた。おいた。回復回復。回復が死闘ございます。さあ残り5分ですよ。守りたい、守らせたい。地余り、大丈夫か、誰もいない。タクティカルバイザー、タクティカルバイザー、お、いる、あ、いる。回復、あ、取られてる。ダメだ、運がいい。私は運がいい。適当に、まあ、回転力ですよね。うい、私は運がいい。お、上からソルジャーが見えましたね。やっぱトレーサー早いよな。裏取りが怖いですよ。お、乗ってない。ってことはあそこか、違うか。あ、もう倒してる。早いな、気づくの。素晴らしい。さあ怖いですよ。やべえ、いやー、してやられた。今これハサミじゃなかったな。ちゃんと地雷で逃げないといけませんでしたね。そしてへその突きだと思いませんでした。あ、きついこれ。いや、きついな、取られちゃいましたね。いや、申し訳、これいかんな。あ、踏ん張ってるの、踏ん張ってるの。これ5人いますけど、あ、無理。キーイ、はい、いや、素晴らしかったですね、相手の方。ああ、悪の組織がいる、一番左。プレイオブザゲー、トルピオン。それタレットもだからコンスタントに壊されてたんでしょうね。あんまり存在を確認できなかったからな。今のモルテンコはすごいな。おおお、じゃあ向こうに入れますか。まあ、かなりこのザリアの方にかき乱された感ありますね。やっぱりタンクの中でも硬さもあるし、戦局を変える力がありますよね。だ、そこは本当すごいいいヒーローだなっていうふうに思います。まあ、ただ使うとなると難しいですよね。敵のヒーローの体力ならまだしも、味方のヒーローの体力までしっかりと見極めなくちゃいけないのはなかなかいないですからね。まあ、頑張って使っていきたいと思います。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。